マジカルデスペアのギャラリー全部埋めたーいのコーナーにようこそ、ジンタンです。なんだそれは。いやー、前回の動画ありがとうございました。あんな動画投稿して申し訳ないです。で、そのコメントに、動画のコメントに、すごい有力な情報があったので、それをちょっとね、検証していきたいなと思っております。ありがとうございます。コメントしてくれた方、ありがとうございます。コメント見てますんでね。みんなのコメント、他の方のコメントも全部見てるからな。見た上でいいねボタンを押してるから、ぜひ動画にコメントしてくれよな。高評価もしてくれたら嬉しいぞ。よし、さて。さてやっていきたいんですが、アズマロのあれが出てくるイベントを終えた後、グラシカルからバスティールに交代してエレベーターに乗ると、イラストが回収できるということで、これね、アズマロのお姉さんが出てきたタイミングですね。出てきた後に、これはもうグラシカルと交代した後ですね、これは。うん。グラシカルと交代しました。そう。で、この後にエレベーターに乗る。バスティーヌで。でも確かにそうだよね。バスティーヌエレベーターに閉じ込められたってことを、もう事前に知ってたわけだから、これ試すべきだったよね。いやー、ちょっと頭が回らなくて申し訳ない。いや、この調子でなんかできないことあったら、みんなにコメントで助けてもらおう。調子に乗ってしまう、また。オッケー。お!ちょっと待って!俺も乗るわ!ムツクモが来た!え?なんで?階段あんじゃん。おい、ムツクモ、俺はお前のこと信用してねえからな、まったく。頭に腹乗っけやがってよ。でも、ムツクモ乗せたら、歴史変わらん?だって、バスティーヌ一人で閉じ込められてたよね。ムツクモはだって階段でね、この先は何もねえよ、ニヤニヤって。やってただろ、お前。乗せずに閉じる。これが生死かな。乗せてみるか、じゃあ。乗せたらあれじゃない?中での会話みたいな。ねえ、イラストありそう。おい。なんじゃいお前の目的はなんじゃいここで聞き出してやるわ、お前の。おいー真っ二つにされた今の何糸糸ですか待ってくれ、バスティーヌ、あ、待って、バスティーヌのイラスト。イラストないイラストないよエンド2の1。いたずら。これが2の1か。今までだって2の2と2の3と2の4とか、2の1なかったよね。これが一番早くたどり着くエンディング?てか待って、イラストはおい。イラスト。イラストは?でもあの段ボールは?待って、戻ってきた。イラストは?でも増えてないよ。これじゃないのか。ああ、待って。バロニャンの横なかったよね。段ボールのイラストってなかったっけ?中身しかなかったんだっけ?おい、バース、でも見たくないな。いや、でもこっちの横、ありがとう、やつなぎさん。ありがとう、やつなぎさん。見たくなかった、俺、バスティーヌのバラバラの。バラバラしたい、見たくなかった。アズマロのあれもバラバラ見たくないですけど。いや、そうか。これか、ありがとう。これで1枚埋まったわ。だよね。1、2、3、4、5、6、7、8。8! 全部で前回9枚埋まってなかったもんね。ありがとう。ありがとうございます。なるほどね。ってことじゃ、糸使いじゃ、ムツクモで決定じゃんね、これ。でもあれ糸なんかな?なんかナイフなんか?ムツクモって刀だっけ?俺なんか糸でシュンってなんか、やられたんかと思ったんだけど、糸でシュンってやられたかと思っただけど、糸使いはイズアラでみたいなこと言ってたの、ね、イズアラだっけ?誰だっけ?なんか言ってたよね。とりあえずパフィは電気使うよね。バリバリって。ビビらせてたから、ビビらせてた。あれだね。息子も乗せちゃダメだね。乗せなかったらまた別のイラストもらえるか。階段あるじゃん。乗せめせーバカーイェーイイェーイ止まった。そして止まった。止まってると分かってるのに乗り込むバス。あれちょっと止まったの止まったよ止まらないとストーリーが、かわいい。おーいペタペタペタパタパタ。誰かー普通エレベーターってこういう時のための非常電源あるでしょあ、そっか。ここって結界の中なんだっけもしかしてこういう仕様なの一度止まったら動かないのま、いっか。グラシカルなら気づいてくれるでしょ多分。信頼はしてるんですか私のこと。バス、私のことを信頼してくれてるんですね。かわいいですね。バスティーヌはかわいいですね。
ま、暇なのは困るか。困るくらいか。まだ数時間あるし。まだ第2ピリオドですよ。ここで電波入らないから退屈だな。そうか、今第2ピリオドだから、さっきのムツクモにシパンってやられるのが、エンド2の1か。え、第何ピリオドだっけ ?3 ぐらいだったっけ、ムツクモにクラシカルが後ろからバシャンやられたやつ。これが一番先なんだ。そうか、第2ピリオドであったか。第3ピリオド。動く、寝る、スキル。これなんか動く、あ、なんか動けるじゃん。まあ、当然出れないと。移動系スキルがあれば、ジャンプでピョンといけたんですよね。動く、寝る、スキル。スキル使いたいよね。でも動くってなんだ、動く。おぉあ、動いてる。え、待って。動いてら、動いてら。かわいい。え、これっていろんな角度から見れないの？あ、ダメだ。ずっとその角度からしか。動くってそういうことですか。え、じゃあスキル使うか。スキル使いたい。そうだ。スキルで様子を見れば、ん？見てみれば、使えばいいか。えい。かわいい。ポーズかわいいよな。ドヤ顔バスティーヌ好きですよ。あれ？っていうか体がだるいな。そっか、ギギロスとバトった時スキル使っちゃったんだ。おい、何しとんねん。スキル使えないじゃん。ギギロスって感情が動かないのはなんか悔しい。魔力回復しなきゃダメそう。ちょっと寝よう。やっぱ寝なきゃダメなの？寝るが正解だったのこれ。寝たー寝た。でも冷たいだろこれ。冷たい。冷たさとかでも感じるよね。動く腕立てしてる。脳筋だなー。腕立て、腹筋はしないの？腹筋は。腕立てだけ？腕立てだけやってたら、あれだよ、ムキムキになっちゃう。これ何回でもできるな、これ。第3ピリオド。あ、でも、寝たのにピリオド増えてないぞ。とりあえず、多分寝るって、寝ちゃったらさ、あれだよね。でもさっきも寝たけどさ、寝たら、グラシカルが助けに来るまで多分飛ばされちゃう。多分これ寝るって飛ばすやつだと思うんだよね。うん。スキル使えばなんか、外の状況わかる？多分寝るが罠な気するな、これ。これ寝たら多分寝て起きた瞬間にグラシカルがバスーって来ると思うので、スキル使いまくります。おら、少し寝たし、今度こそスキル使えるはず。使えるよな。寝たら魔力回復するの、ドラクエとかと一緒だね。 RPG だ。あ、やべえ、どこ見れるじゃんこれ。魔法使い、アズマロのあれの名前は用意してなかったんですか魔法使い、モブなんだよね。キャラグラもないし。話をはぐらかせないでくれない？アズマロを切ったのはあんた？ちげえけど、半分はそうかもしんねえよな。アズマロを切ったってあれだよね。切りつけられたやつだよね。アズマロって確か首絞められて殺されてたよね。考察だったよね。切られたのは、なんか突然襲われたけど、無事だったよね。その後、パフィが看病してたんだっけ？おめえか、ムツクモ、おい。ああ、ふざけんなし。何のためにふざけんなし。そんな喋り方。ギャルっぽいよね。なんでって、それはこうするためかな。逃げて！ああ、やばい！ああ、モーニングスターみたいなの切られたよ、今。ああ。まあ、そうなる。うわあ。返り血すごいけど、お前そんなんついてなかったやんけ。え、返り血とか消せんのこれ。魔法使いって。あはウケる。いやー、残念残念。うわ、怖ー。悪、やっぱ悪で、希代の悪ですよ、ムツクモは。でもさ、下手くそが調子のんじゃねえし、身の程わきまえろっつろ。下手くそって何？ねえ。何が下手だったの？戦闘が？俺って雑魚が強えやつに盾つくのが、めちゃんこ綺麗なんだわ。こっちとあんたじゃ実力が違うの。隠した謙虚にしてろや。オーケー？オーケー？オーケーじゃないが。うわぁ。これ、アズマロに見せてやりてぇな。どんな顔すっかな。あ、でもあいつの担当だしな。まあ、いっか。あいつの担当。イザラ？いや、ギギノセか。でもイザラも魔物なの？わかんないな。もうわかんないっす、ヤツラギさん。ヤツラギさんわかんないっす。とりあえず頼まれた分は OK と。ま、殺しといてくれとかしか言われてないけど、もっと面白い感じにしときてえな。それが段ボール詰めなのか。殺しといてくれ、と頼まれた。よし、いいこと思いついた。俺ってば天才。天才じゃねえわ。え？
ムツクモ？何やってんの？やばい、バスティーヌ見てたよ。え、でも見てたよね。これ見て、外出たらまた別のイラストもらえるよな、これ。ねえ、だって、前やったとき、俺がグラシカル操作してたときは、ムツクモのこと言ってなかったもんね、バス。確かにムツクモってクズっぽさあったから、意外ってほどじゃないけど。でも今後、あいつも、こいつも警戒しとかないとな。やばー、やべえの見ちゃったよ。とりあえず運動しよう。ああ腹筋した。よし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 。よしよしってなんだ。よしよしってなんだ。動くバスティーヌかわいいな。よし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 。よしよし。もう一回やっとこう。よしよし。いいぞ。体を鍛えるのだ、バスティーヌ。じゃないと強くなれんぞ。脳筋の道はほど遠いぞ。もう一回スキル使おう。でもまだ3ピリオドだよ。3ピリオドだったんだね。だから、アズマロの姉が殺されたのスキル。無限に使おう。無限に外の状況を。あ、いけるいける。まだ魔力あるぞ。魔力切れ起こしてない。あ、バス見てください。殺しましたよ。殺した状況も知ってたの？グラシカル？あんた慎重に動きましょうって散々言ってたじゃん。なんでいきなりイズアラやってんの？イズアラは確かに殺したかったけどさ。つうか、私のスキルだと部分的にしか見えないから、全体の流れが把握できないな。あのシーンも見てたの？いや、このルートだと見るの。どれが正しかわからん。ま、後でグラシカルに聞けばいいか。軽いな。今、二人人が死ぬとこ見たんだけど、軽いな。倫理観？何か。あ、すごい、スクワットもしてる！やつなぎさん！やったー。ことあるごとに、語りかけるのなんだろう、ね。いや、いい、動くな。動くね、このゲームは。ありがたいね。スキル使いまくろう。あ、セーブしたい。セーブ一回しときたい。もう一回。まあいいか。なんかなったとき、セーブせんでもあれやろ。ね。勝手に戻ってくれる。いや、ほんとこのゲーム優しいですからね。で、これはパフュとアズマの直前に戻ってくれるからな、ほんとに。優しいゲームだよ。大丈夫？思ったより傷が深かったみたい。姉さんは。ああ、待って。口外して乗るのって初めてじゃない？かわいい。待って、でも、外そうだよね。口の布取ってるの。ねえ、あずち。あずちのお姉さんが生き返ったってことは、あずちが魔物と契約したのかな？尋問してるじゃん。知らん。でも確かなんかパフィーがアズマの殺したみたいな誰か言ってたよね。殺すシーン見れるってこと？見れるってこと？見れるってことってなんだ？見れるってこと？ねえ、殺すシーンが。アズチは魔物なのかな？違う。このままだと、投票でアズチが選ばれることになるけど、それは困るよね。僕も困る。僕も困る。次の投票は契約した相手の方を狙いたいの。で、誰と契約したの？知らん！契約してないの？ああ、やばい。おい、パフィーを怒らせるんじゃないぞ。切れると一番怖いぞ、多分パフィーが。姉さんはどこだ？もう死んでるんじゃないかな。パフィーが依頼したんじゃないよね。なんでそんなこと言うの？パフィーがムツクモに殺しといてくれって言ったとか？まあ一度死んでるんだからいいんじゃない？そんなこと言う。おい、デリカシーというもんが。貴様、どういう倫理観をどこに捨ててきたんだ？貴様！おい、ああバリバリしないで。で、誰と契約したの？うわぁ。はぁ、バリバリしてるよ、お得意の。僕、悪い子って嫌いなんだ。もちろん、いい子になってほしいけど、でも魔物はもういい子にはなれないから。魔物ってさ、腐ったみかんっていうの？一匹放置したらどんどん増えるの。それはダメだな。ダメだ。腐ったみかんじゃないんです。やめてあげてください。あ、首絞めてる。僕、君と仲良くなれると思ってたのに。おい、アズマノが殺された。よ、待ってくれ。このエレベーターの、あ、もう第5ピリオドまで行ってる。このエレベーターに乗ってる方が人の死について学べますね。学べますね。めちゃくちゃイラスト回収しよる。やっぱりパフィだったんだ。情報正確っすね。
誰々が誰々殺したらしいよっていう噂ほぼ真偽なんだけど、見てたんじゃねえのかこれ。バスティーヌ以外もほとんど真実じゃんね。みんな本当のこと言ってるぞ。見てんだろみんな。でも東野に投票するって流れだったんだよね。つまり東野を殺してその契約相手を投票で選べば速攻ゲームクリア的な。悪い子嫌いって言ってたよ。確かに私もそっち選ぶかな。ネイビルたちは確実性を選ぶみたいだけど、まあ手っ取り早く終わらせたいよね。動く。あーもうなかったか。腕立て、腕立て、スクワット、腹筋、あと足の体操みたいな。あれで全部か。ジュスキル使おう。あ無限じゃん魔力。次何が見れんの。イラストいっぱい。もうここで全部回収しようイラスト。うん。あヤバヤバの激ヤバタニエン、ピエントンでパオーン。誰だこの喋り方は。助けて猫エモン。猫エモン、猫エモン。おえ、え今の服ってサザルカじゃないの。色合いがサザルカっぽいよね。あとズボンの丈というかサザルカのキャラじゃないけど、えサザルカじゃないのか。ちょっと誰かみんな考察してください。あれ刺さる、俺は刺さるかだと思ったけど、あんな喋り方しないよな刺さるか。刺さるかも表現すんのか。今の何、一瞬だったしノイズがひどくてよく分かんなかったけど、考えてもしゃあない。魔力消費して眠くなったし寝ようか。あ寝ちゃう、寝ちゃうのかい。待って、もっともっとイラストここ。あーんバス来たー。その声グラシカル、ちょっと待って天井壊すから。でもこっからの流れも違う可能性があるぞ。バス視点のグラシカルが見れるとか。バス無事ですか。もうやっと来てくれた。気づくの遅いよ本当に。3人人が死んだよ。グラシカル。3人も人死んだよ。申し訳ありません。怪我はありませんか。いや何も起きなさすぎて暇だから寝てたし、それはよかった。ですが行き先を告げずに勝手にうろうろしないでと。あれほど、あ、それはごめん、悪かった。でもいきなりエレベーターが止まって、私悪くなくない？なんでグラシカル私を責めるの？本当にバズなのですね。私じゃなかったら何なんだよ。はう。あなたが無事でよかった。このシーンよね。え、いきなり何？だからいきなり何かするなって。とても心配しました。大げさだね。ここでもイラスト同じかい？ちょっと！すみません。ま、来てくれてありがとうね。この顔が好き。あんたのことだから探してくれるとは思ってたんだよ。よし、私のバディとして認めてあげよう。あ、バスの一枚絵が見れないぞ、これだと。ねえ、私のバディとして認めてあげようって、バスのドアップで聞いたセリフだよね、確か。今までは認めていなかったのですか？うん、そうだよ。そうですか？泣いちゃうじゃん、グラシカル。じゃあ戻ろっか。あんたなら上にピョーンって戻れるんだよね。ぴょんぴょん。やっぱバースさんここにおったんか。いや見つかってよかったの。グレー、いや、え、グレーテンの下ってどんなんだっけ。なんかグレーテンもなんか下半身あんな感じだよね。おい下半身を見せろグレーテン。おいお前の下半身を見せなさい、見せなさい。あなたの下半身をどうなってるんですか、あなたの下半身は。あの服誰だ。でもグレーテンか、あれちょっとサザルかじゃない、この色、この色だったよね。足、あの下半身、この何色だこれ。肌色じゃないよな。何色だこれ、何色。バースの居場所を特定していただきました。グレーテンのおかげなんだ。バースさんが偽物やって分かったのはバラクロハンのおかげやけどな。気づかんかったで。偽物ちょっと待って。いやでもここら辺のセリフは同じか。水原様と東野様が殺されました。そしてあなたの姿に化けた偽物が犯人をしようと。早く。何それキモい。コスプレ？スキルによる変身です。グラシカル私の偽物に気づかなかったんだ。あ、怒ってる。バスに見えると言いますか？確かに。確かに。
うん、倉敷からの偽物でも絶対わかんないし、そう言って気づいてくれるんでしょう、バスは。そういう展開希望してますよ、俺は。倉敷からの偽物が出て、バスが、あんた倉敷からじゃない、あんたみたいなの倉敷からじゃないって言ってくれるの。え、でも殺したの見たよね、バス。ちょっと聞きたいんだけど話を。偽物エントランス、それやで、ちょっと、はい。あ、待って、バス、え、相談できなかったよ。相談、偽物の方。俺はあれだけど、グラシカルに教えてあげたかったけど、殺した犯人。ここら辺同じだよね。めちゃめちゃ暇だったんだぞ。めちゃくちゃ充実してた。俺的にはイラストめっちゃ回収できて充実してました、めっちゃ。バスさんが二人同時行動なんですか？やっぱサザルカじゃん。おい、下半身を見せろ、サザルカ、おい。見せなさい、あなたの下半身を。これか、これか、これだよ。いや、どうだっけ、黒の割合どうだっけ。こっちの方が黒の割合多いね。この色とこっち半分黒でしょ。ツートーンカラー。こっちも黒入ってる。黒と黄色、これ。下半身を。おい、バスティン、武器を出せ。お前は下半身を出せ。よかろう。ボロンって。ボロン。おー。ブローチには収納できんはず。あれだよね、武器ってさ、相手から奪ったやつを持ち歩くことはできる。相手の武器を使うことできるんだよね。だってギギノセがさ、最終の時にさ、銃で撃ちましたもんね。グラシカルとか。銃の腕前もすごいよな。でもブローチに収納ができんと。ブローチに。収納はできんけど、持ち歩きもできるし、持ち運びできるし、使えると。そういうことですよね。てかあれだね、魔法少女がさ、死んだらさ、死んだ時に出してた武器ってそのまま使えるってことだよね。ね、銃使ってたし、出さずに死んだらもう出せないのかな。だから死んでも魔法解けないのか。変身。ふぐー。犯人にしようとした。お前いけ、シャーシャーと。え、何、セリフ変わってた、もしかして。ははは、待って、ごめん、話聞いてなかったけど、セリフ変わってた、みんな。うっそ。あれ、もしかして会話の内容変わってましたか。やべえ、ずっとあれだわ、もう、下半身を見せろと言ってただけだ。見せなさい、お前の下半身はいい。お前じゃないから。ねえ。ここら辺変わってないよね。殺し合い野郎じゃねえか。もう殺し合い大好きだな、お前。もう殺し合いじゃないけどな、お前のやつは。一方的な殺戮だったぞ、あんな。ずりいんだよな、仲間に化けるとかさ。ずりんだって。あ、グラシカルに報告、報告。殺したの見たよ、私。私のいない間に結構死んだんだね。はい。さっきはグレーテもいて、詳しく聞けなかったから、説明してくれない？そうですね。グラシカルから聞く流れ。バスからの説明は？犯人はわかりません。私は停電の後、あなたがいなくなったため探しました。その最中、地下街の電話が鳴ったので出たところ、脅迫がありました。いわく、誰かを殺さないとあなたに何かあるとのこと。それにより、あなたが人質に取られることに、取られていると判断しました。なので私はイズワラを殺しました。あんたがイズワラを殺したところはスキルで見たけど、そういう流れだったんだね。でも、イズワラが犯人だったら私の居場所が見つからなくない？壁を破壊できるはずのあなたが捕まってると考えれば、スキルによる可能性しかないと考え。イズワラが犯人ならスキルが解除されますし、違うのなら犯人の指示通りとなり、あなたが解放される。それに、目算通り魔物であるなら、このゲーム自体が終了し、脱出できますので。あと、イズワラが嫌いだったので、つい。ついやっちゃいましたよ。バス、褒めてください。私を。まあ、それはわかる。っていうか、ちゃっかりイズワラの剣、ギギノセになすりつけてるし。ああ、さっきのあれか。イケシャーシャーとってあれか。なすりつけてたのか。お前、性格悪いな。なお、アズマロ様とお姉様を殺した犯人は分かりません。あ、アズマロを殺したのはパフィで、アズネーをやったのはムツクモだよ。スキルで見た。なるほど。ま、何はともあれ、ギギノスが魔物だって分かったし、よかったよかった。じゃあ、あとは時間まで待つだけだね。油断は大敵ですよ。はいはい。そうだ、そういえばワラクロは？うっすら断片的にしか見えなかったけど、もしかして死んでるかも。え、なんで？え？唐突に言いますね。そんな重要なことを忘れていたのですか？いや、だって、バルクロって別に友達じゃないし、
むしろ私的には苦手っていうか敵じゃねみたいな。探した方がいい？交代でギギノス様や皆様の監視をしつつ探しましょう。じゃあ私探してくるね。バロニャンって7ピリ、え、ここだったっけ？なるほど。いや、待ってね。ちょっと待ってね。今回めちゃくちゃ、あ、セブショ。セブショ。どこにセブショ？どこでいいか？ここでいいか？どこに、なんで、これ何のセブだっけ？これ何のセブだっけ？わかんない。もうセブいろいろ分けすぎてわかんない。ちょっと待って、ギャラリー。あー、来た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 。このチッスからの、突然のチッスからの、ムツクモ、血まみれ。え、これってあれかな？一回変身といて、もう一回変身すれば、新品になるみたいな、そういうこと？もしくは、気合で全部消せるのこれ。魔法少女って難しい。わー。この表情ね。怖えよ。ムツクモ怖えよ、マジで。表現するキャラ怖いよね。いやー、でもありがとう、ありがとう。おかげで、この1、2埋まったでしょ。何枚埋まったんだ、さっきの流れで。で、ここまでやって、この後、これだね、これ。これを一番最初に引いたよね。え、てか、え、なんか、うん、順番がでもあれじゃない？こっちのがさ、もう、そんなあれはないのか、定義は。ね、こっちが先だったね。時系列的にさ、時系列順で進んでいくものだとばかり思ってたからさ、こう、こうね。時間の流れで、こう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 、みたいな感じだったら、だからこれもじゃあ、もっと序盤で見れたりすんのか。まあ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 。とりあえず、1、2、3埋まった。なので、1、2、3、4、5。5枚かな？残り。残り5枚か。だね。待ってよ。1、2、3。うん、あ、これか、これだ。これもだ。そうだ、そうだ、そうだ。パフィーがアズマロを殺す。首絞めて殺すっていうね。いやー、でも初めて見たよね、この口のないの布が。いやー、パフィーもわからんな。パフィーもわからんけど、まあまあまあ、でも、いいか、あと、あと5枚だ。ありがとうございます。9枚だったとこ、あと5枚。4枚も、今回だけで4枚も回収したぞ。やったー。ありがとうございます。タレコミありがとうございます。ちょっと長くなってるかな、今回。なので、ちょっと今回はここで終わりますが、ひょっとしたら、次回で残り5枚全部回収できるかもしれません。やったね。もし引き続き情報ありましたら、他にもね、いただいてるコメントあるんで、それであと5枚いけんのかな？うん。一応いただいている情報としては、3回あるバスと交代する選択肢で全部バスを選択するといいことがあります。ありがとうございます。あとは、レベリリリーユからアズマの殺しの犯人について聞いた後、バロクロの死体を避けて、グラシカルに報告しに行く。なんか言ってたもんね。レベリとリリーユが、なんて言ってたんだっけ？パフューが殺したみたいなことだったっけ？何の報告だったっけ？なんかあったよね。うん。あ、でもあれだ、アズマロ殺しって言ってるから。ごめんなさい。頭回ってなかった。アズマロ殺しの犯人についてって言ってたから、やっぱレベリーとリリューが、アズマロ殺したのパフィだよっていうことを教えてくれた後に、グラシカルに報告するらしい。そうすることでイラスト回収できるよというね、情報いただいたので、ありがとうございます。次回はそれを検証していこうと思うので、ぜひ次回も見てください。やったぜ。まだ。マジカルデスペアに関われて嬉しいです。引き伸ばし引き伸ばし、薄めて薄めてどんどんやって、あと10個動画出してやるからな。やだな。あと10回は動画出してやるからな。はい。よろしくお願いします。次回も絶対見てください。最後までご視聴ありがとうございました。